ビーちゃんごめん、ビーちゃんごめん。もうあかんねん。病気出てもうて。ほんま、もうごめんって。うん。もうすぐ、こうなんねん。俺も病気やから。あ、今こうやったらおもろいんちゃうかなと。じゃあやめてって、ごめんって、ごめんって、ごめんって、ビーちゃん。ちょ、もうごめんって。ちょ、ほんまごめん。ちょ、ほんまにごめんなさい。うん。なんで俺のタイトル大丈夫じゃなかった？あいつの方がタイトルやばいやろ。一緒やろ、タイトル。なんでやねん。うん。うん。大丈夫やろ言うたら、なんでわかんねん、俺のだけ変えられるとか変やろ言うたら、うん、もうさあ、もう、あとイギリスの先生、ちょっと引っかかることあったから、あの一つだけ言わせてくれ。なんかイベントやから、イベントだから、なんかあのピーチクパーチク言わんかったって言ってるけど、イベントやから、ちゃで、俺聞いてて、俺イギリスとの話な。イベントやから、ピーチクパーチク、俺は出ていかんかったって言ってたけど、それやっても、俺に負けてるけどな。うん。うん。じゃあ、いっそのこと、イベント中でもやればよかったよな。うん。何やねん。イベント中やから、あの、つかかっていかんから、みたいなこと言うてたけど、それやっても負けてんねんから、イベント中でも気にせんとやれよ、お前。うん。おう、そうやで。うん。なんかイベントのためにやってましたみたいなこと。お前途中でサジ投げてたやんけ、イベント。うん。うん。お前、それはお前、どっちかちゃんとしてくれよ。それやったら。もう俺寝られへんやん。もうそんなんさ。いや、だってさ、ちゃう、みーちゃんは、あの、やっぱ俺にもちょこっと会えてくれてたし、言うたら。うん。やっぱその人がずっとサムネイルに、されてんのやっぱり見てたらもう嬉しなって、俺も同じことしたくなって思った。うん、もう嬉しなって同じことしたくなって思うて、もうどうしよう、うん、もう病気や、もう寝かしてやイギリスと頼むわ。ちょ、お前がさ、あのそのサムネイル変えてくれたら俺寝れんねん。ミラしていいから、うん、ミラーしていいから、ちょ、イギリスと俺の話聞け。もう、お前がそれやってる限り俺寝られへんねん。頼むわ、もう。うん。うん。頼む。もう寝かして、なんか面白いこと思いついたらすぐやってまうねん、俺もう病気やから。俺明日東京行かなあかんねん。もう寝かして、お前がさ、あの、そのサムネだけ変えてくれたら俺もそっと辞するから、もう。頼むって、もう。頼むわ。もう寝かしてくれ。うん、じゃないとさ、二つの意味でみーちゃん有名人になってまうって、もう頼むって、もう、俺まで放送落とされるわ、お前のせいで、うん、なあ、イキリスト頼むわ、お前のせいで俺も放送落とされる、うん。頼むって、もうほんまもう寝たいねんって、もう。君はいいやんな、あの適当にさ遊びほうけてさ、短時間しか今日放送してへんから、ええわ君は。こっちも17時間とか18時間やってんねんって。しかも前日も俺3時間睡眠。もう寝かせてって、もう頼むって、もうしんどい、もうゲロ吐きそう。頼む、もうサムネ変えたってくれ。もうじゃあ俺ももうあれやから、そっと辞するから、頼むわ。お前がこのサムネイル使い続ける限り、俺ももう永久にこれで行くからな。うん。頼むって、もうタイトルはいいわ、もう最悪な事実やから。うん。じゃ、ええけど、あの、サムネイル変えてくれ。じゃないと俺もマジで放送終わらん。ちょ、なんで俺が通報されんねん。おい、逆やろ。おい、ふざけんなよ、マジで。もう頼むって、もうお前、サムネだけ変えてくれ。サムネだけ。サムネは変えてくれ、頼むって。もうちょやめて、俺を通報しないで。じゃあ俺誹謗中傷してないから、別にしてないから、もうちょ頼むって、ほんまにもうしんどい、もう寝かせて、もう頼むって。じゃないともうみーちゃん大手なるんちゃん、このままいったら無理か。今多分絶対俺みーちゃんのフォロワー73じゃなくて120ぐらいになってると思うんだけど、どう？うん。うん。え、ちょっと俺ミラー配信よくやるよ。やるけど、ちょ、俺ミラーしてないねん、別に何にも。うん。喋ってんね。うん。うん。ちょ、頼むわ、寝かしてくれ、イキリスト。もう頼むって。
俺同じ BGM かけんで、そろそろあ同じ BGM かけんで、あ同じ BGM かけるぞって、どうすんねん、うん、あでもあれやな、イベントでは負けたけどって言ってんねんな、ちゃんと俺を通報すな、やめろ、うんいやちょっとなんか面白いかなと思ってちょっとパロディーしたら、うんまあ、別にさもう兄ちゃん自身はさ別にあんま気にしてへんって言ってるから良さそうやけどさ、それは俺言ってません、くるみさんです、そんなこと言い出した、うん、え寝てないよ、うんちょっと怒ってない、もう寝かしてほしい、もう、うん、もうほんまに寝たいマジで、うん急にマジで面白いことやっちゃうよな、ほんま、うん、もう寝かせてイギリスと頼むわ、もうお前がサムネイル変えてくれたら俺枠終わるからさ、あかんのもうねえイキ君サムネイル変えたら俺終わるから、もうサムネイルだけ変えたれよそんなさお前一リスナーさん吊るし上げんでもええやん、もうそんなさ、うん、ええやん別に、それやったらさなんかさあの夏木の変顔とかを画像にしてさ、あのダメなそれさあかんの、うん、ダメなんか、うん、いやリリちゃんの画像とか勝手に使ったら訴えられそうやろ、うん、それはやめとくわさすがに、うん、サムネは変わってるけど配信画面がこれ、配信画面早く変えて、もうじゃないと俺ねえへんで、うん、しかもずっとぐちぐち言うで、うん、マジで、うん、夏希を見れてない、夏希の話しかしてなかったよみたいな、軍団オカメとか言うてさ、うわー言うてたやん、うん、心配してるふりしてお前はっつって、うん、なんか言うてたぶん、ね、何やタクシー代往復8000円おらばばばー言うて、うわーっつってたから、うん、うん、そう、それやったら夏希の画像でいいやん、みーちゃん関係ないやん、うん、いやいや、ちょっと聞いてたから聞いてたから、うん、ほんじゃあさ、パッて思って、あ、俺同じサムネと同じラジオにしたらあの小笑いは起こるなと思って、うん、で、みーちゃんに許可取らんとやっちゃった、うん、ごめんごめんね、みーちゃん、でも別に俺みーちゃんになんかその誹謗中傷してるわけじゃないからさ、うん、おうあくす、あまた、いやまたアホなことやってるわっつってみんなちょっと笑ってくれたらいいかなみたいなああえニュースには、いや、あーまあな、そっから先のこと実はさもう全知ってんねん、言うたら多分な、もう知ってる人はみんな知ってんねんけど、それはもう配信では語らんよね、もう、うんうん、そうそう今イキ君、夏希ちゃんとか山田っちとかの会話、おお流せ流せ、どんどん流せどんどん流せ、好きなように使え、言うたら、うん、あ、おやすみなさい久美さん、あとアイテムありがとうね、こんばんは、今来たサムネの人が、いやサムネの人下でコメント書いてる、うん、いやなんかイギリスと先生がさサムネの人をさ公開処刑にしてずっと画像変えへんから、うん、じゃあ俺もいいかなと思ってやっちゃった、うん、NG184、うん、184やで、ああ、そう、まあ俺みーちゃんから許可もらってるからね、言うたら今はちゃんと許可もらったんで、はい、じゃあちょっとミラー&ミラーするか、ちょっと面白そうやし、うん、タイトル
てか、あの何、配信画像を変えてくれるまでずっとミラーしよう。うん、あれやってる？イキリストさんって。おすすめ規制になった？なってないか。あれ俺、あ、おるわおるわ。やってるわ。はい？お前自分で展開も作られへんの？どうしたらいいかもわからんくなって山田に、どうします？山田さん。びっくりするわ、お前。そしたら、まあ、イベント終わってからでも、うん。絶対会いたくない。一回な、な、な、あの、毛穴さんも入れて、うん。あ、なつ、毛穴さんとも会いたくない。うん、毛穴さんも入れて、うん。新鮮やな。俺が自分の声聞くん新鮮やな。プーナイス。なつきさんいるやったら行くけど。うん。えじゃあ、毛穴さん、いらねえ。毛穴さんも一緒におったらええんちゃうの？毛穴いらねえ。毛穴いらん。毛穴さんがいたくない、別に。あ、毛穴。山田はこれを配信上で使ってネタにしちゃいよ。だからみんなで会おう。閲覧取れるから。どういうこと？毛穴さんって誰やったの？コメント欄、山田の枠のコメント欄、ナナチの枠のコメント欄はネモピーうざい、ネモピーどうのこうのって書かれまくってるわけよ。で、お前らさ、軍団オカメはさ、仲直りしちゃから関係ないだろとか言ってくるけど、あのさ、お前ら当事者じゃないからさ、わからんやろうけどさ、仲直りって配信で使いたいがための仲直りな。理解できる？配信で使いたいだから配信者としての仲直り。コメント欄はどうな？ネモピブワーってボロカス書かれるわけよな。それが耐えられへんくて、ふわっちみお前らのお望み通り死んだるわっていうこと。はい、配信外でめっちゃ喋ったけどな。ネモピの X で書かれてた。ところでどっこい、ひょうたんじも。え、これ仲直り行く前の話やろ、多分。じゃあこいつらに責任ってないの？うん。何千人もの前で散々叩いて、そうそもそもえ、あの、立ちんぽしました。嘘か本まであってもそれを言われました。その事実が。いつの話や、これ。で、ネモピと、この害悪が揉めた時にも、お前は立ちんぽやろって言われたり、バーって言われて、それを知ってる。あれか、ラジオでコラボしてた時のやつか。精神疾患持ってて、やんでどういうことをするかっていうのも知ってて、それをナナチはしたわけやろ。あ、ナナチにヘイト向けてんの、これ、用語が。違うんですか、リスナーさん。これにどんな言い訳をすんの？てか、ここが原因ちゃうねんけどな、言うたら。うん、あともっと言うと。この後本当に仲直りしてるらしいで、俺知らんけど。ね、それでお通夜もお葬式も出ない？お前友達やのに。びっくりすんねんけど。え、お通夜とお葬式出えへんの？お前友達でもなんでもないやん。いや、俺は知ってるけどな。皆さん面白いですよ、これ。俺は知ってるけどな。この後ね、ボロカス言ってるでしょ。もうボロカス言った後に、あの、亡くなった次の配信聞きたいですか？うん、まあ、聞いて亡くなった時の配信、俺が補足入れてやるぜ。じゃあ、じゃんじゃん、うん、じゃんじゃん行くぞ。うん、ただこれみーちゃん何も関係ないのにめっちゃ人気者になりそうやな。ごめんやで、みーちゃん。もう何にも関係ないみーちゃんがどんどん人気者になっていくぞ。うん、どれやったかな。俺とイキリストでなあ。はよ出してこいよ、ソース。やんやったらちゃちゃっとせえ。段取り悪いね、お前。遅いって待たすなよ、俺のこと。俺寝不足やのに。はよ流せよ、遅いな。どれやったっけなじゃないよ。さっき用意してからやれよ、どんくさいな。少々お待ちくださいね。待ってるわ。うん、待ってる。早期出てない。だって俺関わりないもん、別に。関わりないんやったらいちいち話題にすんなよ、言うたら。うん、お前関係ないやろ。突っ込んどけ。お前、空城系かよ。うん、お前、ゲイヒーかよ。あ、どうも、副音声、山田です。流しますね。お、流せ、いけ、かましたれ、いけ、聞かせてくれ、フリースタイル。あと、もうこの話すんのやったらみーちゃんのサムネ変えろ。あれ、あの人消しちゃうかな。消すなよ。おいおい、一番いいとこ何してんねん。消したんかな、じゃないやろ。てめえ、時間奪うなよ。
はい、1位おめでとう。パオン赤さんナイス。オッケー。ドンつく。オッケー。ほんとね、いつか一緒にクリスマスツリー飾ろうね。お、骨幹決まったね。うん。ちょ、はよしてや。喋りながらさ、次の段取りしろよ。お前ラジオ配信者やねんからさ。あれ、ちょ、もう一回探すわ。なんでまたさ、戻んねん。あー、もう俺の睡眠時間。もう慌てんでええねんって。マルチタスクしろよ、そんなんさ。題名なくなったみたいにしてたから、聞きに行ったら何回も言いたくあらへん。外役にヘイト向けて許さないと言って引きました。やばいでしょ。だー、言ってないよ。言ってるわけがない。だー、もうお前作戦か。あんな、よう考えてみ、あいつらの性格。言ってたら 100% 言って。あ、来た。あ、来た来た。どどくねさん。うん、やっぱ仕事できるわ。お前ができひんからや。うん、お前ができひんからやろ。うん、仕事できるわじゃないで、お前ができてないね。うん、偉そうに言うなと。これこれこれ、びっくりすんで、この内容。おお、びっくりすんぞ。皆さん聞いてください。びっくりしますよ。めちゃくちゃびっくりしますよ。行くで、みんな。よう聞いててや。うん。ハウってるって、ハウってるって、ちゃんとしてや、もう。慌てんなって、お前。入れさせてな。焼肉屋さんでそれを打ち明けたからな、ナナチから、うん、じゃあ焼肉やったっけ。で、どこがびっくりすんの、ね、どこがびっくりすんね。びっくりポイントどこや。今からか。どこでびっくりすんねん。それは全部私が悪いってことに。全て私が悪いですけども、焼肉とスロットは行きます。違う、これな、スロットだけちょっと誤解あるから訂正入れさせて。友達がなくなっても焼肉とスロットだけは。あ、お前声うるさい、声うるさい。行きます。だからスロットは違う。俺となっちゃんがまあまあまあ強引に誘って、あの子ほんと1000円しか打たんとずっと漫画読んでうなだれてたから。ちなみにな、ただなっちゃんと俺2人とも出てもうてたから待たされてただけや。もうこれガチで。ああ、うん、なんかあの付き合い無理やりしてくれたみたいな感じや。なっちゃん、あ、なっちゃんちゃうわ、ななちゃんはな、ほんまにマジで1000円打っただけやったから言うたら。私自身も、うん、私自身が悪いんで。うん、しんどそうな顔してたわ、ずっと。だからすぐ送ったしな、ほんで、うん、私が、ちなみにな、うん、気使ってついてきてくれたみたいな感じや言うたら。あとどこでびっくりしたらええねん。皆さんびっくりしますよのどこや。どこか言ってや、気になるやんけ。しかも俺この放送もう3往復目やねん、お前のこの放送聞いてんの。うん、どこやねんって。どこか教えてって、うん、どこがびっくりすんねん。頼むって。
その声がびっくりポイントかもしかして。およよって言わんか。いつまでも認めずに、偽りの自分でずっと嘘つき続けて。また戻したな動画思ってる。全然ちゃうところに。ほんで勝手に脳内変換して私にヘイト向けて。なんなら私も時系列ひっくり返ったぞこれ。印象操作やぞ。急に全然時系列違う動画流してる。何日も前の動画に戻してそことそこひっつけて裸も印象操作して。理解してるつもりやったんですけど、そういうのは頭聞くねんな。簡単に言いますね。はい、簡単に言ってください。はい、じゃあお願いします。友達という名の花屋さんがね、はい、はい、焼肉の食べ過ぎで喉を詰まらして、はい、死んじゃいました。はい、花屋さん死んだ。食べちゃってね。花屋さん死んだ、どういうこと。パンパンにお腹張って。どういうこと。でですね、僕がその間に焼肉行ってスロット行ってるんですよ。やばくないですか。全然話違うやん。何の話やん。お前たとえ下手くそやのにせんでええねんて。お前たとえ下手やで思ってるよか、もったいぶって言う割には、考える時間めっちゃあったやん。動画流してんのにさ、考える時間もっとあったやろ。たとえ下手やねんて。やめろや。何やねん急に。やめろや。じゃあ時間めっちゃあったのになんでその例えしか出てけへんねん。お前動画流して楽してんねんからよ、もうちょっと絞ひねれよ。なんやねんその例え。0点じゃん、やばいな。これツッコミシリーズ高齢化できそう。山田ミラーすんなって俺の音声も使われてんねん。おい、イギリスト枠のお前、山田ミラーすんなって俺の音声流れてんのにええやろ。あかんのか言うたら、あと動画で流してないんじゃ言うたら、最初はイギリスよ。もうコメ欄見てるからな。本当になんで俺の音声流すの OK でミラーあかんねん。アホやろお前。どの理論で言ってんねん。しっかりしろよイギリス。あともうこの放送やったらさ、サムネイル、これサムネイルというかラジオ画像それじゃなくていいやん。もうねえ、配信画像関係ないやん。もうやばいって。俺とイキリストのせいでみーちゃんバリ人気者になるやん。これでみーちゃん配信つけたら神回やけどな。無理かな。15人になった。2人増えたか。よかったな、みーちゃん。今してることとラジオ画像関係あるんですか。はい。ないやろうが、嘘つくな。全然ないやんけ。なんで関係あんねん。なんで嘘つくん急に。もう無理や。今してることとラジオ画像関係ないやん。で、それはほんとごめん。俺もや。ちゃんと俺もや。俺が一番関係ないわ。もうなんやったら、いつもやったらもっと、ぶっちぎり関係ないわ。もっとしつこく説得したり。なんだそのウラル。なんだそのウラル。ちょっと後でもう一回ちょうだい。156号さん、そう、後でもう一回。こいつは段取り悪いから、多分もう一回書いたらんかったら拾われへんわ。せっかく端末何台もあんのに、そういうの上手にできひんからこの子。後でもう一回貼ってあげて。
あ、うん、本当にチンだよ、うん、考えだった。いや、違う、これイギリストさんの放送、なんか俺の音声も一緒に使ってくれてるらしいから、俺も聞いとこうと思って。私以外のラジオめっちゃ楽やな、思ったわ。巻き込まれただけで思った、ラジオめっちゃ楽やな、うん、私がクソ楽やわ、うん、思った。こいつ楽ばっかりしやがって、ほんま。めっちゃ楽。画角も何も気にせんでやもんな。むっちゃ楽やわ。俺これからイギリストさん専属の副音声ツッコミ係もやろう。うん、決めた。そうしよう。うん。バリ楽。ただもう。あ、うん。あ、新しい技増えたかも。情報も。新たなコンテンツが生まれたな、ツッコミゲー、うん、そこはなるべく控えていただけたら嬉しいです。攻めるなら私を攻めてほしいです。いや、私を攻めて、うん、聞きました、聞きました、はい。攻めるなら、はい、私を攻めてほしい。よし、じゃあ攻めるか一緒に、うん、そうするか。これあなた OD したとしても、仮に自分で命を落としたとしても、自分で私を責めてって言ってるから、はい、言い訳できませんよ。あ、ほんじゃ、まあ、あの、責めて死んでもいいってことか、イギリスト的には。分かった、うん、そういうことです。ねえ、皆さん、はい、責めてこの人が亡くなっても別にいいって言ってます、ね、お願いしますまで言っても、うん、そういうことらしいです、はい。いいねって。攻めてるんじゃなくてですね、オカメ、軍団オカメの皆さん、はい、事実を言ってます。僕は事実言ってても、それが結果本人が嫌やったら攻めてんのと一緒です。はい、軍団オカメです。はい、それはそれこそへりくつです。あ、飲んでたけど、ぐるしたで、あ、いけますよ多分。 おったら声かけてください。パンを渡そうか。おるおる、そういうやつ。なんで焼肉行ったらあかんのって、誰も行ったらあかんなんか言ってないね。おんねん、そういうやつ。なんでもかんでも、なんでこれしたらあかんのって言ってくるやつな。あー、もう頭が悪い。誰もそんなん言ってないよ。人が死んでんのに焼肉行ける神経がすごいなっつってね。ありがとう、褒めてくれて。褒めてくれてありがとう、はい。理解できるかな。できます、俺は、はい、腹は減るんで。自分の友達が死んで焼肉、うん、死んでない。違う、その時点では死んでること分かってないから。その時点では死んでること分かってないんで、はい、補足です。この話題やめたらしつこいよ。ごめんなさい、すいません、僕もしつこいです、ごめんなさい。しつこいってさ、すいません、僕はしつこいです。ふわっちで共通認識まだ持たれてなかった、すいません。それは僕もしつこいんですいません、謝っときます。僕が、え、それはすいません。知らないの君、俺がしつこいこと。知ってます、自分でアロンアルファって言ってたんで知ってます。めちゃくちゃしつこいよ。そうですね、はい。ネタないんでしょきっと他に、うん、わかるよ。はい、ほんまにしつこい俺。うん、知ってます、自分でアロンアルファって言ってたんで、はい。イキリスト君、私別にヤマリスでもナツキリスでもないんだけど、今ナナチちゃんはほっといた方がよくない？こうやって吊るして何かあったら後味悪くない？え、本人望んでんで。望んでないやろそんな。望んではないやろ別に。うわうわ、来た、軍団オカメの代表。うわ、人殺し軍団の一員来たで。みんな人殺し軍団、うわすごい誹謗中傷。来た来た。あ、人を殺した後、牛も殺して食べる牛って美味しいですか？人殺し、嘘でしょ、これは誹謗中傷やで。美味しいですか？著しい名誉の毀損やで。運営さん、運営さん、人殺してるとかやばい。運営さん、運営さん、ほんと運営さん、さすがにやばい。そして友達が死んで、人殺しって言うた。
私の責任。嘘でしょ。その病んでる七地を私は助けに行く。七地のためならすっ飛んでいく。七地リスナーさん見て。人殺しはダメよ。一線超えた。ファンタスティックちょうだい。一線超えたぜ。上さん、一線超えたぜ。ちゃんと人殺しと。楽しいんですか。言い続けました。上さん。どうです。楽しいんですか。で、どういうところが作り話か教えてください。ねえ。さすがに今のは言ってはならない言葉だと思いますが、はい、事実なんや。人殺しはやばる。だって夏希ちゃん一番関係ないねって言うたら。おう、なんやったら一番関係ない人を人殺し。逆に今楽しい。嘘でしょ？俺は。嘘でしょ？めちゃくちゃ楽しい配信。いや、俺はツッコミ入れる係なんで、はい。何？あのさ、お前らってさ、なんか綺麗事並べるやろうけど、はっきり言うわ。はい。俺関係ないんよ。関係ないのに、夏希ちゃんは人殺し呼ばわりか。嘘でしょ？どっかのリスナーが亡くなろうが生きようが、俺には関係ないよ。ん？じゃあ別にあれやん、あの、何？その亡くなった原因について俺は言及しているだけであって、神経疑うわとかさ、亡くなったことに対して俺は悲しいとも思わないし、嬉しいとも思わない。うん。じゃあもう話に入らんでいいやん。俺は。うん。かわいそうだと思ってないといいやん。うわ、イギリスって人の心ないなとか言ってるけど、あの、アフリカで亡くなってる子たち、かわいそうやなと思うことがあっても、悲しいにはならないよね。ちょっと何言ってるか分からないです、梅さん。それと一緒。こいつマジっすか。ちょっと何言ってるか分からないです。また変な例えすんなって。人間って悲しむことがない、ね。もうまた変な例えするやん、急に。アフリカ関係ないから。昔来んな。お前らもそうやろ。かわいそうと思うことはあっても悲しいにはならないよ。いやいやいや、悲しいと思う人もおるよ。みんながお前じゃないから。同情はしても悲しみはせえへんね。ちょっとそれお前だけやろ。それお前だけやろ。俺別にあの好かれたいからとか自分のこと言い繕わんから思ったこと平気で言うから。うん、まあそれはそうやな。うん、そうちゃんと言ってんもん。うん、それはそう。夏希ちゃんに対して人殺しっていうのは良くないぞ。ちゃんと誹謗中傷やし、うん、ね、著しい名誉の毀損やぞ。やめとけよ。まずさっきのね、落とされたいんか放送、やめとけ。存在するでしょ。うん、今のはやばい。夏美さん何も関係ないの言うたら、なんで人殺し言われてんの。やばいやろ。やめとけって。うん。あ、俺トイレ行ってこよう。人殺しは良くないぞ。そういうの、そういう言い方はな。うん。ちょっとトイレ行こう。副音声楽しい。身内のおばあちゃん亡くなってるのに寿司食べるイキリストはなぜ叩かないんですか。はい、何を言ってんのお前。お前ってさ、葬式行ったことある？あるわお前身内誰一人周りおらんから誰にも相手されないから、そういう関係のあの葬式とか行ったことないおっつうやとか。いや、なっちゃんは悲しい境遇で生きてきたからさ。おつうや行ったら出んねん、葬儀やからこっちが金払ってこっちが寿司を注文してるんじゃなくて葬儀やから出てくる。だからなんやねん。だからなんやねん。わかるかな。だからなんやねん。お前アホすぎる。アホ、はい。人のことアホ呼ばわり。お前が何しろ。今回のね、時系列説明さしてあげるわ。さしてあげる。まずネモピさんね、ナナチの友達でナナチが配信に出しました。いいですか、ここまで。さしてあげるって何。だから七地のリア友で七地がふわっちに出したんが始まり。さしてあげるって何やねん。もうめっちゃ気になるって。おもちゃにして山田とかも扱うようになりました。
山田とかもにはお前も含むけどな、うん、山田とかもにお前も入ってるで、ほんで お前もいじってたやんだいぶ、うん、で、まあ、なんで自分なんで自分関係ない扱いしてんねん、ずっとそこにいるからね、お前思いっきりやってたやんけ。喧嘩があってさっきの録画です、ボロカス言われて、で立ちんぽとか、うん、あと身分証明書山田に送ってますからね、うん、もらったもらった、なんか年齢詐称してるやろっていうので身分証を山田が送れって言って送らしてるんですよ、うん、あ、で送れとは言ってないで、送らしてんのもなんで私が送らないといけないの、うん、っていうので俺に相談が来てたんですよ、その相談の LINE のやり取りも X に出してます僕は、うん、出せばいいやん別に、うん、時系列見てた人は知ってるから、はい、うん、ええよ、でそれ何にも関係ないから、うん、モシュが頼んでるって葬儀屋と モシュが葬儀屋に金払って葬儀屋が手配してくれんねん、ご飯って全部、うん、201号さんで、ほんでおもちゃにして散々、まあ、喧嘩とかなった時にコメント欄がネモピのことをボロカス言うようなコメント欄が生まれたんよ、それでもずっと使い続けたんよね、俺は一回ネモピに売られ喧嘩売られたから勝って、あのもうその日で俺はその配信をやめたんですよ、まあ、ツイッターではずっとツイッターではちょっとブサイクな画像をずっと晒し続けてたけどな、おもちゃにしてネタにして使ってたのうん、であんたツイッター消したん最近やん、ネモピの顔面さらしてて、うん、あんたもずっと使い続けてたやん、その理論でいくと、うん、何がちゃうんで、今回そのコメント欄がもうこれは共通認識よ、そのコメント欄のせいでなくなったってみんなは言ってる、まあ、それは俺もそうは思うよ、でもそういうコメント欄に刺したんで誰なん、お前もやん、暴露させた、ね、そのコメント欄にさせた1位になってたお前もや、ネモピはこんなやつだ、あんなやつだ、暴露したのはどこの誰な、ナナチはな、いやいや、あんたもやって言うたら、うん、なんで人一人のせいにすんなよ、あんたが一番最初で思っきり叩いてた、そういうコメント欄が生んでネモピがまた出るようになって本人ら仲直りしてる言うても配信で使いたいから仲直りしただけやろ、コメント欄のやつとネモピ自身は仲直りしてんのしてないやん、うん、そうでしょ、で、それがなんやねん、いやコメント欄は通常通りネモピを叩くコメントがブワーって出てくるわけよね、うん、でそのあんたもや、はい、俺ネモピ配信で使ってませんけど、ってことは使ってたよ、あなたたち認めるってことですか、ちょっと使ってたよ軍団オカメさん、うん、あんたもやってことは、あとツイッターでずっとネモピちゃんのちょっとブサイクな顔写真をずっと使い続けてたからな、今あんたもやってきた、うん、なんでそんなんでウレションするん、え、俺はどういう立ち位置なんですか、ナナチのせいにすんやったらあんたもやんっていう意味や、うん、うん、そういうことや、じゃあ例えばね、うん、そのさっきの山田とナナチ軍オカメのコラボのコメント欄1個例に出しましょうか、うん、出せ一個レジ出せ、皆さん見たいでしょどういうコメント、それやるんやったらお前が自分ネモピ叩いてた時のコメ欄も出せよ、はい、ほんで お前んとこのコメ欄エグいことになってるじゃん、うん、お前自分のアーカイブ公開にしろよ、さっき人のばっかり言うんやったルルっていうのは本人の本名です、うん、本名言うたんなよ、言っていいんか、なんで急に言うん、やばいよ、どうぞ今 X 出しました、なんで急に本名行くの、誰もお前の X なんかそんな見いひんてよ、ほんで、うん、X 見てください、はい、僕の X をフォローしてください皆さん、うん、なんで急に本当本名とか言い出した、まあいいか、うん、どうです、何もありません、僕のツイッターのフォロワーが増えてます、3人ぐらい、ありがとうございます、 どうですか、いやどうもしませんよ別に、どうもしませんよ、イキリストさんが取り上げた時はコメント欄はその子を叩くコメントはなかった、あったよ、じゃあ一緒やんけ、え当たり前やん、俺芝生って言われてんから、うん、イキリストこういう配信楽しいよ、どんな配信してる時も楽しい、じゃあ自分は良くて人はダメっていう理論でいいんか、112号俺の言ってることって分かる、俺ってそのネタは一回こっきりなんよ、ほんでネモピなんか話題に出てないね、うん、でもツイッターでは晒し続けてたやんずっと、うん、
理解できるから。お前亡くなったって聞いてから慌てて消してたやんけ。おう、何を言うてんの。で、俺の場合コメントの質っていうのが違うんよ。じゃあお前らがそうやって違うって言うんやったら、俺の枠のコメント欄のソース出せよ。じゃあお前がアーカイブ出せよ。ソース出せんの。じゃあだからお前がアーカイブ出せよ。そしたら俺はソース出したで、うん、コメント欄、アーカイブ出せよ、その時のアーカイブ出せよ。そしたら、うん、俺がネモピーのことで電話して闇の枠で言い合いになった、そこのコメント欄のソース出さな。じゃあだからお前のアーカイブ出せよ。そしたら、うん、でお前のところのコメントでエグいコメントあったら一緒やろ。出されへんのに空想上でもの喋ってくんなよ。じゃあお前も自分のアーカイブ出されへんのやったら空想上でもの語んない。俺の枠のコメント欄、じゃだからお前がアーカイブ出せよ。そしたら俺の枠のコメント欄って誹謗中傷じゃないんよ、うん、じゃあだから出せよアーカイブ。じゃあちゃうんやったらちゃうこと証明しろよ。出せよ。じゃだからそれ出せよ。だから出せって、出せばええねんってお前がアーカイブを、その時の、はい、アーカイブ公開しろよ。わかるかな、お前が。わかるかな、うん、アーカイブ出せよ。そしたら人のソースばっか知らんからさ。ナナチなんて言及者が知ってる。あんたが悪いってさっきの山田とのコラボで発言してんねんで。アーカイブ出せば分かるんじゃない？俺頼りなの？お前らのソース。うん、そう。だから出してよ。うん。俺、もうあなた頼りやから。まず、自分の身の潔白を証明してから人叩きなさい。そしたら。ちゃうの？お前らが殺して、軍団お金。じゃあ、だから、って言うんやったら、あんたもそのソース出しよ。もうそんな。あんたのコメ欄もすごかったね、多分。お前らが人殺しなの？うん。あんたの俺こいつが立ちんぼしてるのか立ちんぼしてないとかまず知り得ない情報やから。じゃそんなんどうでもいいからアーカイブ出せて、うん、アーカイブ出せて。トイレ行ってんなよ。わかる？わからん。お前らってほんま理解能力ないよな、頭悪いよな、だから軍団おがめなんやろうな。すごいすごい賢いっすね。俺の悪い部分じゃあ言ってみろよ、軍団おかめ。お前ら頭悪いから時間あげるわ。はい、言ってみ。早く。俺の悪い部分どうぞ。いや、なんかコメ欄が人ココしたっていう言い方で、でそれ一人を七地のせいやって言うんやったらあんたもでしょっていうことやろ、夏希は。早く。でブロックしてないよ。なんかコメントのソース出すとか言うてるけど、それだったらあんたも自分のそのネモピぶったたいてた時のアーカイブを出しなさい。最近俺が X を消したのであれば、なぜ晒されてる相手に助けてくださいって言うんかな。どうしてなの。言わないでしょ普通。でもお前その後ちゃんとブロックされてたけどな。え、俺が晒されてて、うん、でもそう晒してる相手にまだ晒しとって助けてくださいって言うの、うん、でもお前しっかりその数日後にはブロックされてたけどな。なんかはたかも頼られてた目線やけど、お前その1日後にブロックされてたけどな。うん、ええか。誰が悪いとかではなくて、今後のことを考えた方が亡くなった方のためになると思います。じゃあ人叩くなよ、言うたら。今後のこと思うんやったら、あの人叩くなよ、うん、それが原因で人亡くなってんねやろ、うん、せめて心弱い人は叩くなよ。なんだ今後のことって。お前が言うてんやん今今後のことって。お前が今言うてんやろ今後のことって。じゃあ人叩くのやめようね。叩いてんちゃうね。いけないことに対していけないっつってんね。え、だからやん、パチンポしてる。叩くのがいけないっていう話なんじゃない。発言は俺してないよ、うん、こう言ったことを言っている、こんなことを行動している、そいつらってやばいよねっていう配信を撮ってんね。うん、いけないことを教えるやつに対していけないっつってね、叩いてんのちゃうで。お前頭悪いよな、さっきから111号とかな。お前軍団オカメやろ。なんでも軍団オカメで片付けるやん、言うたら。なんでみんな軍団オカメになる。うん、なんでやねん。事実しか言ってないよ、うん、俺も事実しか言ってない。お前ら文句あるんやったら DM しといてや、 LINE 交換したから。分かった、じゃあ俺 DM 送るわ。俺の悪い部分一切お前ら言われへん。分かった、じゃあ俺ステアカ作って DM 送るわ。オフバコしたいですってお前に。それでええか。なんか可愛い自撮り画像添えて、ステアカ作って DM でオフバコしたいですって送るわ。それで許してくれ。人って誰でも間違うよ、イキリス君。ナナチちゃんも後悔してることたくさんあると思うよ。まあそれはそうやな、うん。え、その後焼肉行ってスロット行けます。じゃあだから焼肉は、軍団おかめって何ですか、な、お前。あの別にな、あと別に焼肉はいいやろ。しかも俺が金出してんねんからさ、お前、うん。やった、便乗で超えたぜ、閲覧。めっちゃ大切な友達がなくなった。
やった、便乗で超えたぜ。配信できない。おお、中身ない放送で超えたぜ。めっちゃ大切な友達がなくなった。俺は配信つけない。ありがとうございます。ごめんリスナーさん、休ましてくれっていう、ね、うん、中身のない放送で閲覧超えたぜ。なくなったらね、おい、どうすんねん。例えばその人が植物状態でいつなくなってもおかしくないよって言われてたら覚悟してるから、ある程度の気持ちの整理はつくから配信はできるけども、何のも理由なしにいきなりなくなったらちょっと時間くれっつって俺は配信取らない。いやでもな、これ補足入れるわ。ちょこちょこ行方不明になってる子やってんて、うん、普通の人やったら、ちなみにな、うん、ちょこちょここういうこと多かってんて、ね、うん、それは聞いてるから。1回目じゃなかってんて、あのちぬちぬ言うて行方不明になったんだ。それはお前も聞いてるやろ、さっきの録画で。うん、葬式も行く。じゃあお前が代わりに行ったらよ、そこまで言うんやったら。イギリスボケそうたんだ。夏希に軍団おかめって何ですかって、うん、にお前って言っちゃった。はいはい、それはどっちでもいいよ。軍団おかめやから俺らは金銭でよ。何言ってんの、うん、それは何言ってんの、うん、俺らは軍団おかめ、軍団おかめイコール夏希やねん。あ、じゃあ俺やで。そんなみんな周知の事実やねん。いや違う、俺やから、オカメ代表や。うん、何の墓穴を掘ってんの俺が。うん、別に墓穴は掘ってないよな、オカメは俺や。焼肉食べたとしてもその後ジャグラーはいかんやろ、それな。しかも1000円しか売ってないから、いやいやついてきたぐらいやで。なんでジャグラー行ったの、夏希さん。なんかあの何気晴らしでも、軍団おかめ代表の、はい、夏希さん、はい、いや山田です、軍団おかめ代表 の, あのちょっと気晴らししたらって言って、あの、うん、教えたるから一緒に行こうって言って、そう誘ったんやて。で別に乗り気やったわけではないよ、別にそこまでな。そうそうそう、大切な大切な自分の友達が亡くなったのに。じゃあそのじゃあその時点ではなくなってないねんって、まだ知らんねん。あ、なくなった、よっしゃ、オッケー、ギャンブル行ってくるわっつって、ジャグラー君。違う違う違う、その時点ではなくなったこと知らんかったから、時系列逆にすんなって。その時点では知らんかったから、知ったかせんとってくれる、お前自分でまとめてんのになんて時系列適当にする。その時点ではまだ聞いてない。スロット、いや知ってたから、お前はあ、なんでか教えたのか。お前この前発言してたやん。なんやねんそれ。ナナチは全然テンション上がらずに病んで売ってたって。うん、そやで。お前してたやんその配信。じゃだからやん、それは行方不明になってちょっと心配もあるからやん、言うたら、うん、なんか別になくなってるって知らんかったから、その時点では。でお前人に集団いじめとか言うくせに、お前3人がかりでネモビ言ってたやん、その件は。それはごめん、俺知らんわ、言うたら、うん、その件は、その件は、うん、ではということはイキリストさん、花屋さん何人かで夏希ちゃんのことをたたえてたのと一緒ってことやな。要は一体複数っていう構図っていうことか。何もし、いえその件はって早く。じゃあイーブン、答えれないの。じゃあイーブンや、あんたらウィミン、うん、一緒や、うん、お前言ってたやん、え、なんて、え、な、何、なんて、聞こえへんふりして煽ってたよお前。うん、いちいち電話して。まあこれに関しては一緒やな、そしたら、うん、お前が最後揉めてたよ、まあ、イキリストさんの言い分がもしかしたら正しいですね、うん、これは、ね、うん、あんな言っといたろわ、お前の枠のコメント欄が死因なの。違うわ違うわ、最後ネオピの放送じゃ知ったかすんな。お前何も知らんやろ、言うたら100ゼロでお前らが悪いとか俺は言ってない。ネオピの発言もおかしいし、ネオピもネオピでそういうことを言うことは間違えてるっつって、ね、けどもお前らがやりすぎたんやろ。お前もな、ほんで、うん、で、お前らがって言ったらお前もな、しっかり叩いて。お前らがあんなに寄ってたかって煽っておもちゃにしてネタにしたからなんじゃないので、コメント欄もそういう風になったからなんじゃないの。うん、でお前もな、お前もそれ山田認めてんねんけど。いや俺認めてない。え、お前それ認めへん。お前もやって、ほんで、うん、でお前も一緒でしょって、うん、あと俺それ東京おったから。じゃあ集団いじめやな、お前らの方がな、人殺してんねんから。だから人殺してないねんからさ、あの人殺してないねんから、人殺してって言わんといて、うん、人死んでんねんで、お前らのせいで。
でそれお前らって言われたらお前もやでってひと殺しって言うのは良くないです。はい、人に向かって、うん、ネモピが言ってたんそれ。お前会話ならんからブロック。はい、お前会話ならんからブロック。こっち来てください。それとか言ってくんな、はい、主語つけろ。お主語つけろ。お前ら軍団おかめ頭悪いからな。ちゃんと相手に分かるようにもの喋れ。それとか言われてもどれやねんって話やから。分かった。いやラジオって楽やな。お前らは頭悪いのか。相手に質問する、何か聞きたいことがある、主語つけろよ。幼稚園児かよ。と幼稚園児が申してます。はい、パオおはようございます。メリークリスマス、ありがとうございます。キューの人ないっすよ。あれ答えれないの。じゃあだからお前ブロックしたから答えられへんのちゃうのあんた山田も七地も悪くない、誰も悪くないって言ってたかな。うん、言ってたやん。はい、なんで忘れてんねん。お前俺と喋ったやろ。あの257号さん、はい、死んだことに対し自分の命、お母さんから授かった命を自分でなくすっていう行為ははっきり言ってありえないしダメなの。わかるかな。死んだことに対して誰にも責任はないね。ただ死ぬように持っていったことに対しての責任っていうのはこいつらに存在するのよ。じゃあお前もやん。だからしっかり配信で使って理解できる。257一番最初にノリノリで叩いてたやん。噛みついてきたからとか言って、うん、じゃあお前もやん自殺する子ってその子にしか責任がない。でも自殺する理由っていうのは周りに責任があるの。そうで、その一端を担ってたじゃん。しっかりあなたが先頭を切って、そこでも晒し続けて、真っ先に放送で叩いて、うん、おい投げたブーメラン刺さってんぞ。人責めたら自分も責められんねんって。もうでほら夏希さんコメントなくなったけど。いやさすがに眠いやろ。明日から東京行くね。もうそんくらいで勘弁してくれ。一人死んでも何とも思ってないもんな。お前らはな。お前らって言うんだったらお前もや。お前らがやりすぎて、うん、ちょっとお前が一番最初に戦闘機ってやりすぎてたやん。思いっきり叩いてたやん。で次は俺のせいでメンヘラゲ起こすん。 OD してやれよ早く。あ OD やれよ。徹底的に争ったるから。え OD やれよ。嘘でしょ。命芸諸行お前らも。え OD やれよ。OD やれよ。嘘でしょ。いいのこれ。嘘でしょ。OD やれよはやばいやろ、うん、お前ちょっとあれやぞ。イベント終わってテンション上がりすぎやぞ、うん、頭使えもうちょっと、うん、そろそろ落とされんぞ。家族の人は知らないね、全部が全部。当たり前やあいつら栄養に言うねんから。いやちゃんと知ってて結構、うん、俺はその後まだ新しい情報あるから。さっきの動画聞いた、うん、お前の方が何も知らんから。ババルルが、うん、メンヘラがーってナナチ言っといて、もうその他もえぐい発言あったけど、その後に亡くなったら手のひら返して一番の友達だったんですやで、びっくりすんなお前。じゃあそれ配信会でも言ってたけどな、知ったかすんなよ、うん、なあ、うん、そういうこと煽っていいんですか。本人が私のことを責めてくださいって言ってる件についてはじゃあどう説明するん。お望み通り攻め立ってんねんけど俺。じゃあ今認めたで攻めてるって。攻めてるっていうか、あの言ったやん。いけないことに対していけないって言ってんねん。おいやいや攻めてるって今言ったやん。192号録画聞いてた、うん、私を攻めてくださいお願いしますやで。だから攻めてんねやろ、うん、攻めてるって言うたやん。認めたやんちゃんと自分で。偉いよ。大丈夫やん。大丈夫。やばい発言はここのリスナーさん注意しないの。じゃあ どの発言に注意するの。211号さん教えて。よし主に注意しろ、うん、主に注意しろ。一番やばいこと言ってるわ。 OD しろ、 しろやわ。やばい。 どの発言注意したらいい、うん、書いてや。え OD しろやが良くないと思います。はい、誰もしてないけど。よっと早く。そろそろどんどん自分で自分の苦しみができたで。攻めてるって認めて攻めてる。いや当たり前やん。配信で攻めてんねやん。攻めてるって言ってるやん。やっぱりどっちやろ。さっき言い直したのにやっぱ攻めてる。調子乗って人死ぬまで追い込んだ配信をしたやろ。その配信に対して攻めてんねん。ちょっと本当それやったらお前もやんってそれやったらお前もやんって、うん、一番先頭で叩いてたやん、うん、あとよ疲れ、うん、クリスマスツリーナイス、ありがとう。
で死んでる人を題材にしてアイテムまでもらってんだったら、はい、どのコメントに注意するの？お前、夏希ちゃん、夏希ちゃんのこと責められへんで、それやと、うん、OD 白やわなんで笑ってる、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 OD どうぞ、指摘や、指摘や、 OD どうぞ、指摘や、はい、え、 OD どうぞ、どうぞって、 OD 白やって、うん、俺がなぜ OD どうぞって言ったかの発言もちゃんと説明してあげるから、もうじゃあ説明して、気になる、お前らがこれでナナチも自殺したらどうすんの、うん、OD したらどうすんの、本人責めてって言って、私が悪いんです、私のことを責めてください、はい、お願いしますって言ってる以上、はい、自分に落ち度があるって理解し言ってるよな、うん、ってことはその落ち度に対して責められても仕方ないっていう気持ちでその発言を落としてね、ってことは責められてもしょうがないよね、だからそこの部分に対してお前は間違ってるって責めました、それでもしナナチが亡くなったらどうするんですかっていう軍団オカメの発言に対して、勝手にやれば OD でも勝手にしとけよって言ってんね、うん、いやだから OD しろやって言ってるやん、うん、理解できる？命盾にし、俺と争うことしかできひんねやろ、口で言われへんから、命盾にしないと、自分の命を全面的に出さないとこの件解決できひんねやろ、じゃあ出せばええやんっていう話をしてんねん、理解できるかな、しかも誰も OD するとか言うてないのに OD しろやはやばいやろ、うん、OD を促してるということでいいのか、そしたら、うん、誰もそんな OD するなんて一言も言うてないやん、登場人物、で自分で私 OD してるんですって言ってるけど大丈夫そう、誰が言ってんの、今言ってないな、そんなこと、お前らってほんまなんかさ論点すり替えのうまいよな、お前がな、うん、まあ、ちょっとお前らの論点すり替えてんの、お前が OD しろって言ってんやん、お前らが悪いんで、お前らが悪いの、うん、うん、促したらどんだけ責めてください、攻めてくださいっていう人に OD を促すってことらしいわ、うん、OD しろやはやばいと思いますよ、うん、何がやばいの、ちょっとやばいよ、で俺 OD しろやって言ってないねん、言ったけど2回ぐらい言ってたけど、うん、風に気をつけてください、でかいのはないっす、はい、 OD しないようにね、風邪薬飲んで大丈夫大丈夫、俺が言ってんのってお前らとほんまなんかあの言葉変えてくるけど OD しろやじゃなくて、俺が言ってんのは命盾にしてやってこいやっつってんねん、ってこと理解できる、え、自殺しろって言ってる、お前の頭あるから理解できんやろ、いや分かる分かる、今度は自殺しろって言ってんの、命盾にやってこいって、うん、でどういうこと、ヤマリスとかなあ頭悪いもんな、さあどっちでしょう、どっちの方が頭悪いっていうジャッジがつくでしょうか、皆さん、じゃあ OD しろやって言った録画出して今、ちょっとお前がアーカイブ公開したらええやんって、それも、はい、うん、ちょっとあんたがアーカイブ公開したらいいやん、うん、そしたら出して、うん、ちゃんと言ってたやん、出してじゃなくてあんたの放送やねんか、あんたが出せよ、俺がアーカイブ出したろか、そしたら出せんの、出せるで俺すぐ、だって俺自分の放送でお前の音声流してんもん、出せんですぐ、すぐ出せんで証拠どうぞ、うん、出せんで、OD しろや言うた、俺は命盾にし OD でもして言い返してこいっつって、 OD でもして言い返してこいって、 OD しろっていうことや、一言も言ってません、言ってるから、あんた2回ぐらい言ってたから、はい、本で、うん、なんでお前今言ったことも忘れんねんな、うん、みんなちゃんと記憶にあるてアホじゃないねんから、うん、で、あの1個聞いていい、何個でも聞いていいよ、何個でも聞け、 OD しろやが問題発言とかじゃなくてお前らの行動が問題発言やねん、人殺してんねんから、うん、お前の発言もまあまあ問題あるけどな、うん、そうやろ、うん、いやそうやろ、そうやで、それについて早く意見言えよ、意見言えよってどういうこと、意見言えよって何やねん、うん、OD とは何ですか、薬をね大量摂取してちょっと気分を和らげるみたいな感じですね、264号さん、この画像の人誰ですか、こんばんは、あのよく配信者の枠にいるおせっかいおばさんみたいなやつおるでしょ、それです、うわまた話題こっちに戻った、また人気者なんぞみーちゃん、俺のおかげでもういらんコメント拾わんでええねん、やめろや、どうすんねん、会話できひん、あのヤマリスは頭悪いからブロックね、
だどんどんブロックしていって、はい、どんどんブロックしていって、そうそう、俺の閲覧膨らむだけやからどんどんブロックしろ。うん、いいよ。どうぞどうぞどうぞブロックしてください。お前ら人殺して何とも思ってないんやろ。だからなんで人殺してになんの。吊るし上げたろか一人。おい、け吊るし上げろ、行け、かませ、そう、帰ろ、画像変えたら俺も寝れる。うん、吊るし上げろ、行け、吊るし上げろ、晒し上げろ、得意分野やろ、よし帰ろ、画像早く急げ。俺が X に書いてある、また X かよ。誰も、お前そ、第一暴風軍団、これは誰のリスナーですか。知らんわ、そんな俺に聞くなよ、誰やねんこれ。知るか、ルルエイズかって言ってるこの第一暴風軍団、初めて聞いたわ。 誰やそれ。うん、急に変なやつ出してくんな。知らんわそんな、俺も知らん、誰のリスナー。あと誰のリスナーっていうそのこだわりすごいよな、お前な。はい、答えて。誰のとこ、誰のリスナーな。じゃあ知らんやろそんな。逆にお前知ってんねやったらさっき答えてくれよ、誰やねん。誰も知らんわそんな。軍団オカメのコメント会ぜひ一人一人吊るし上げて親御さんに正義、あ、オカメの枠のあの開示請求一回する。出た出た出た、始まったで。自分が被害受けた時以外開示できひんけど。ちょっと緊急事態発生。緊急事態、あ、家に女来た、あ、家に女来たぞ。うんこじゃない。うん、家におんなや。うん、慌てた。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい、家におんな来たぞ。あ、緊急事態発生した。家におんな来たぞ。この人さっきから、いや、俺もわからんねん。こいつさ、ブーメラン投げるけどさ、まあまあ自分に刺さるからさ、うん。うん。勢いよくビューン投げるけど。うん。投げたブーメランで自分の首落としてんのに気ぃ使えへんまま喋り続けるからこうなんねん多分。うん、ちょっとほんまに何言ってんのさっきから。やっぱこいつのツッコミは俺しかおらんのな多分。うん、こいつのツッコミは俺しかおらんよな。え、なっちゃんがさ俺と同じスタイルでやればいいんじゃん。もう俺寝たい。もうこいつがさ、あのみーちゃんの画像ずっとサムネイルにしてるから。いや、彼女来てない、誰も聞いてないのに。そんな、うん、彼女来てない。はい、ということは彼女がいているということを、自分で肯定しました。緊急事態発生したから。彼女いないって言わんと、彼女が、来てないと、はい、認めました皆さん。はいはい、わかりましたか。彼女いない人なら彼女いないって答えます。彼女来てないになりました。はい、ちゃんと彼女います。はい、いや配信終わらんで。お、終わってや、寝たいもん俺。お前終わらな、寝られへんねん。頼むわ、もう寝てくれ。じゃあ、あんたはさ、イベント短時間しか回さんかったか知らんけど、こっちはよ、もう18時間とか7時間になってきてんだわ。もうしんどいて、もう置いてどっか行くなよ。うん、置いてどっか行くなって、頼むわ。ああ、あれか、いや、なんなん、なんやと思ってる。彼女やろ。もういいよ別に、それはどっちでも、おろうがおる前か関係ないから。あれや、なんやねん。あれってなんやねん。あれってなん、今おるの認めたやん、ちゃんと、うん、ガチ緊急事態。彼女来たんかに対して、おらんにやったらおらんって言うけど、彼女来てないって答えたのがもう答え。はい、以上です。はい、ネモピー以外なんかもう死人出すなかって。はい、もうそれはそうや、そういうことや。こいつちょいちょいのろけるよな。うるさい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 、ちょいちょいのろけるよな。お、なんか、お、何よ、のろけんね。ちょっと羨ましいやんけ。いや、も
彼女認めたやん。リビちゃん来るやん、こうへんわ。あ、否定せえへん、やっぱり否定せえへん。二国諸行、いや配信すんだよ。え、否定せえへん、否定せえへん。やっぱおんのはおんねんや、うん、まあ、えらいよな、認めてて、うん、どっかの誰かみたいにさ、アイテムのために隠すよりかはまあ潔いような、うん、どっかの山田みたいな、うんうん、なあ、緊急事態。あ、今はいないっすよ、俺今はいないっすよ。前はね、こういうことしてたんで、はい、どっかの山田みたいに。なんか届いてんねんけど、荷物、うん、もう寝ていい、キリスト。ちょっと鳩飛ばしてさ、山田がもう寝ていいって聞いてるって、うん、言って、ちょっと鳩飛ばして、山田が寝ていいって聞いてるって、もうしんどいって、うん、もういいか。ちょっともう眠いから寝ていい。下に参ります。 Going down。 ドアが閉まります。 Door closing。 もう飽きたな、もういいや。なんで変な匂わせするの。匂わせるような、イギリスってやっぱ嬉しいんかな、やっぱり嬉しいんかな、彼女ちゃん、そういうこと。もう寝ていい、イギリスと、うん、寝ていい。お前何やまり好きやすくコメントしきれねえ。おい286号、まだ続くわボケ。もう寝るで、勉強やったろからな。もう寝られへんや、寝られへんや、お前ら。もう頼むわ、寝かしてって。ちょ、ほんまもうごめん、寝るわ。ありがとう、うん、もうあとそっちでやっといて。もうお前ら人殺しが、また人殺し始まりました。お前らって誰に向けて言ってんねん、ほんで、うん、はあ、俺はお前に殺されそうやわ、うん、俺はお前に殺されそうです、もう今寝不足すぎて。続いてからのお楽しみですね、緊急事態は。気になる？ならんわ、もう別にどうでもいいかも。テル、運転席おる？はいはい、運転手おる、手のやつね、はいはい、もう分かった分かった。優先地番号サービス券をお持ちの方は、はいはい、はいはいはい、まあ、運転手おる手で頑張って自分で運転して目的地まで行ってきてください。あ、テルおるわ。テル待ってる。はい、じゃあもう夢吉いじめでも何でもいいから行ってきてください。もうお疲れ様です。出発。誰の声もしてないけどな、お疲れ様ですね。うん、誰の声もしてないけどな、うん、そんなくどくやらん方がよくない、うん、バレバレやで、まあ、いいけど別に。うん、寒いよ、めちゃくちゃ寒い。いきなり一人。それわざとらしすぎるって。いいけど別に。うん、これガチでやってる。うん、お疲れで無視するわけないやん、うん、声何にも聞こえてないけど、うん、イベント買ったで、うん、買った、買たせていただいて。結局君は何がしたいんだか。はい、何言ってんのお前。お前もな、何がしたいかもわからんのお前。じゃあ教えてよ、何がしたいの。キモいやつにキモいっていう配信を撮んのが俺なんよ。
キモいやつにキモいという誹謗中傷するのがスタイルらしいです、はい、252号じゃあお前何のためにフワッチ見てるの？お前って朝から晩までお風呂やってる時もフワッチタイプやろ？もう寝ていい、キリスト。寝ていい。252寝ていい。典型的な60代おばはんの、あのヤマリスって感じ。お前だから何でもヤマリスにすんなって本で、うん、イキリスト寝ていい。もうまさかお前あのアスカってやつのおかんちゃうやろな。なあどこ行くか分かった？どこやと思う？北新地やろ。テル気が利かんな。車寒いやで、ね、温めてないんかよ。俺お言われてんぞテル。テル一言も喋らんやんけ。温めとけよ車の中。一言もテル喋らんやん、うん、花屋さん死んでないって。283号さんっていうかさ、スマホ2台あんのか。今夢の中やって。ドライビングモードしてコメント読んでないのよな。モコモコしてるよ夢の中でも。あのテルさんと付き合ってるんですか？いや俺のパシリや運転手テルは、はいはい、めっちゃなあテル一言も喋らんやんけ。運転席に待機させてんねん、はあはあ、ショートコントテルショートコントテル、うん、パシリおる俺かっこいい。ショートコントテルどうパシリいてる俺かっこいい。運転手いてる俺かっこいい。どうやどうやテル。ショートコント、はい、はあ、もうええか。もう終わっていい、イキリスト。もうみんなイキリストの枠行ってあげて。もう、うん、このショートコントにもう付き合ってあげてください。もうもう疲れてるっていう人間だね。飽きたんで、はい、もう飽きちゃった、うん、あ、めちゃありがとう、うん、うん、じゃあもうそろそろほんまにきついんで寝ます。はい、皆さん、あまたみんなイキリストさんの枠行ってあげてください。楽して便乗させてもらったんで、はいうん、はい、でもう流してあげ流してあげ、うん、流してあげて、もう、うん、あのこれさ、テル男やって。検査キットって薬局に売ってんの今？じゃあ終わりますね。あ、シェイクシャックのハンバーガー食いたい。もう疲れたんで。テル聞かれてるよ、やばい。何がおもろいねそんな。ちょっと何がおもろいね。つぼるとこ変やろお前。何がおもろいね。野球児がおもろすぎやろ。じゃあごめん、何がおもろいね。狂ってるぜ、うん、いじられキャラになりつつあるやん。ちょっともうお前前でいじられキャラ。うちのわけそんなんちゃうねんで、うん、ちょっとお前がいじられてるけどな今しっかり俺に、うん、もう寝るわもうええわ、うん、だいぶ茶番になりつつあるから、はい。それではあの皆さん、あのたくさん会えてもありがとうございました。今日もイベントお疲れ様でした。薬剤師おるところしか無理。さすがに18時間とか超えてきてるんで、今どこに行ってるか分かりますか？夢吉の家かどっかちゃうの。ええー、とこ青さんか、うんうん、はい、パンをあざす。はい、それではあの皆さんお疲れ様でした。あれ、はい、ありがとうございます、うんうん、おつじょりって言ってみんなイキ君の枠行ってあげてください。それではお疲れ様です。ありがとうございます。おつじょりって言ってみんなイキ君の枠行ってきてあげて。はい、お疲れ様です。失礼します。ありがとうございました。失礼します。